今回、取り上げる、映画なんですけれども、これですね、絶賛、大ヒット公開中の、マトリックス、レザレクションズです、はいはい、ということでですね、まずこの映画のちょっとご紹介からしたいと思うんですけれども、マトリックス・レザレクションズ、1999年に公開され革新的な映像技術とストーリーで社会現象を巻き起こした SF アクションの金字塔、マトリックス、で2003年に公開された続編マトリックス・リローテンとマトリックス・レボリューションズで3部作完結となった同シリーズの新たな、物語を描くということで、18年ぶりのシリーズ新章。あ、そんなに経ってんすか。そうですね、だから僕らが大体20歳ぐらいの時ね、うん、僕も見ましたよ、これ、新宿の映画館で、友達とね、見に行きましたけどね、見ましたよ、これ、映画館で当時見てるか見てないかも分かんないから見てないと思います。あ、本当ですか、うん、なるほど、これ、記録もね、結構すごいんですよ、当時、これ興行収入が3部作全部合わせて全世界で1860億円稼ぎ出してますね、うん、で日本だけでも262億円というような、結構なね、感じでやってますけど、うん、はい、で、まあ、話的には、今回ですね、あ、ちなみにマトリックス全昔の作品はご覧になられましたよ。なんか1個ぐらい見たことあるけど、ストーリーとかがそんぐらい前だから覚えてないんですよね、はい、あ、本当ですか。じゃあ今回全く何にも前作とか見ないまま突入された感じですかその通り。マジですか。あ、じゃあ これはこれで逆にどういう、そういうふうに見た人が思ったのかっていうちょっと感想もね、知りたいところですけど、はい、で話的にはじゃあちょっと補足しますと、主人公はね、キアヌ・リーブス演じるネオが、過去作と変わらずに、同役で担当するほか、トリニティ役のキャリー・アン・モス、あと、多分ね、続編見てられてないんだったら知らないと思いますけど、ナイオビっていうね、おばあさんが、黒人のおばあさんが言いましたけど、あの人は、第 2と3かな、あ、1も出てたか、で出てた、ね、ジェイダ・ピンケット・スミスらが、続投という感じですね。で、ネオが救世主を演じて世界の真実を伝え、彼を導くモーフィアス役を、アクアマンのブラック、マンタ役でやれる、新しいヤーヤ・アブドゥル・マティン2世、ネオの宿敵は、ドラマ「マインドハンター」のジョン・サン・グルブが新たに演じているという感じです。で、監督はシリーズ生みの親である過去3作を監督している、ラナ・オシャウスキーさんがメガホンを取ったということですね。で、あらすじ的には、主人公である、キアヌ・リーブス演じるトーマス・A・アンダーソンは、プログラマーとして働く男性と。で、彼は、サンフランシスコで、穏やかな生活を送っていた。しかし彼のメンタルは少々不安定で、馴染みのセラピストから青いカプセルを処方され、それを服薬しながら生活を営んでいた。で、ある日、彼はトリニティという女性と出会いを果たす。前作で、共に激しい戦いを、繰り広げたはずの両者なんですけれども、なぜか彼らはお互いのことが分からなくなっていたと。で、そんな中、モーフィアス、前作のね、黒人の方の、が、ネオの前に姿を現して、で、そして彼がネオに与えた赤いカプセルによって、ネオのマトリックスでの日々は再び幕を開けるのだったというストーリーなんですけども、はい、まず、じゃあ、江ノ沢さんのちょっとご感想をお伺いしたいんですが、はい、ご覧になっていただいていかがでしたでしょうか。やっぱりこの映画ってなんかその
どういう視点からこれ見るべきものなのか、まあ、そんな別にあのエンターテインメントなんで、なんかあのドキュメンタリーとか、うん、なんかそういう真面目な映画みたいにべき論で語るようなもんではないかもしれないですけど、なんか単純にやっぱりもうそのアクション映画として痛快なシーンというのをたくさん楽しませてもらったというのがもうなんか私の中ではこれ全てになっちゃってるんですよ今。だけど多分伊沢さんみたいになんかこうストーリーとかがしっかり深く見てる人がわざわざ進めてるってことは何かまあそれだけじゃないものがあるのかなと思いつつも、ただやっぱりそれ私やっぱ過去作見てないんで全然そこを組み取ることができませんでした。ワンを見たのも大体あんま覚えてないですか？そのなんかあんま覚えてない。なるほど。じゃあ初めてこれを見たっていうぐらいの感想感じで見て、うん、じゃあまあもちろんね、今あのおっしゃったようにあのアクションだけじゃなくて、まあ、ストーリーも結構ね、まあ、小難しい部分とか、うん、あのいろんなあの哲学的な話とかが入ってるものなんですけど、まあ、ちょっと率直にどうでした？なんかストーリーとか見て。いやストーリーはだからその現実の世界と幻想というかコンピューター上なのかの世界っていう2つがあって、はははい、でそれにのなんか判別がこの主人公はつかなくなってしまってなんかその幻想のところに引き入れられて、あで戦いをする中で、うん、このなんかヒロインって言っていいんでしょうかね、うん、の人となんか一緒に最終的にはこう結ばれるみたい なんかものすごいなんかすごいなんか単純明快な捉え方しかちょっとできなかったですね。あなるほど、あ、うん、そっか、前提を、うん、なるほど、知らないとそう発想を見られるわけなんですね。うん、なんか最後のとこ見るとなんかちょっと意味深な感じはあるんですけど、あ、うん、そう。なるほど、うん、これですね、あの多分前作を知らないと確かに、うん、あのまあゆらちゃんの言ってる通り、うん、あのわけわかんないところは多分あると思うんですよ、うん、であのこれ何かというとですね、うん、あのまあマトリックス1のストーリーだけとりあえずあの知ってれば、まあ、あのなんとなくちょっと方のつながりは分かると思うんですけど、ちょっと説明すると、うん、このですね、あの主人公であるこのキアヌ・リーブスのトーマス・アンダーソンっていう人は、その20年前に、うん、そのネオという名前で、うん、あのすごい大手のハッカーとして、うん、まあ、有名っていう感じの男の人があの生きてるっていう、まあ、一番初めに話があったんですよ。ちょっとそこで質問していいですか？はい、この人今あの今回の話では、はい、ゲームデザイナーってなってたんですけど、その時はハッカー設定だったんですか？おまたいいとこ聞いてきましたね。これはですね、じゃあちょっと説明すると、はい、あの今回ってのは、やり直しの話なんですよ。はあ、でやり直しってのは1から続く話のもう一回強制的にやり直されてる話なんですね。うん、じゃあそれは何かというと、その主人公であるそのトーマス君は、そのハッカーとして会社にあの裏ではハッカーとして来て、あと表では普通の会社員をやってたんだけど、うん、突然モーフィアスっていうね、その黒人 の男の人が出てきて、うん、でね、この世界はね、あのコンピューターが作り出した非現実なんだと、うん、ね、で本当の世界は別に現実があるんだ、うん、っていうことを言われて、で導かれるままにそのマトリックスっていう世界にね連れて込まれるんですよ。でその時にね、この世界、今のあのこの仮想現実のまま行きたいんだったら青の薬を飲め、うん、で本当の現実を知りたいんだったら赤の薬を飲みなさい、さあどっちを選びますかっていうふうに言われて、うーん、赤ですって言って赤を飲んで現実に行くっていう話なんですよ。うん、じゃあ現実に行ったら現実ってのはどんな世界だったのかというと、ものすごいディストピアになってたって話なんですね。じゃあそれは何かというと、まあ、今回の映画でも出てきたけど、すごく機械がの塔になんか人間がこうあのなんか眉のようにこうあのこうあったのあれ分かりますか？うん、培養装置みたいな。あったあった、なんか頭の後ろからなんか。そうそう、うん、そうそう、そうそう、であれはつまり、何かというと、あの今が、まあ、その当時、公開された1999年で話してたけど、うん、200年後の実際は200年経った未来が現実で、うんうん、その頃には機械が世界を支配してて、う
で、人間はその機械を、維持するための生命エネルギーとして機械につながれて機械のエネルギー源になっていた、うん、なるほどっていう話なんですよ。そうかそうかでなんかさ、それでさ、つながれてなんかみん、はい、苦しんでる世界があって、またなんか第三の世界みたいなものがなかったですか、はい、なんか戦ってたり、なんか和室みたいなところで戦ってたりとか。あで、なんかでもなんかその実際それと別にその眉みたいなところで、はいはいはい、そのなんかダメージ受けると、うん、実際にその眉につながれながらうなったりとかするみたいな。ああそう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 、うん、あれはつまり、眉の世界が現実で、うん、でその戦ったりとか、うん、あの普通にこう、まあ、あのゲームプログラマーとして生きてるって設定だったけど、うん、あれはそのマトリックスっていう仮想現実なの、ね、で仮想現実で、まあ、言ってしまえば要はゲームの世界みたいなものなんですよ、うん、だから、まあ、どんな世界もやろうと思えば作れるわけで、うん、ワスムも作れるし、うん、普通の街も作れるし、うん、まあ、普通のほら最近のオープンワールドのゲームみたいなものですよね、うん、っていうのがその、まあ、その当時も描かれてて、あで前作の三部作っていうのはあのいやもうあのこのうわ現実はこんなになんかもう機械に汚染されたね、人間はねあのただの栄養源になった世界だったんだって、これをどうにか破んなきゃっていうふうに言って、うん、マトリックスの世界の中で、あのこのコンピュータープログラムとあのキアヌ・リーブスが戦うっていう話だったんですよ。ああそうだった。で三部作の完結はどういう着地点で終わったんですか、それ。あで、うん、だったか戦ってたら、うん、実はそのネオっていう救世主って言われてるけど、救世主っていうこと自体もそのコンピューターがマトリックスを維持させるためのその全部仕組まれたような罠で、もうあなたで実は救世主6人目ですよって言われてるんですよ。でそれはなんでかって言ったら、あの人間ってやっぱ感情があって不完全だから、マトリックスは完璧にしようと思ったけど絶対にほころびみたいなのが出るんですよ。でそれをやるために毎回毎回ほころびがたまってたら一気に消去するっていうのをやってて、それをもう5回繰り返してるっていう話だった。なるほど、なるほど。でもキアヌ・リーブスはもうそれは嫌だってね、うん、でちょっとリスクを取ってでも、どうにかしたいっていうことで、この、ま、機械の一番偉いやつのデウス・エクス・マキナっていう神様みたいなやつがいるんだけど、うん、そいつと、話をして、あのこのほらあのメガネをかけたあの、うん、スミスっていうね、うん、あの敵がいましたけど、あいつが途中からコンピューターウイルスみたいにどん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 増殖しちゃうんですよ。でそいつがあのマトリックスの世界さえも汚染するようになっちゃったから、そいつを倒せばちょっと人類を絶滅するのやめてくんないかっていう交渉をして、であのスミスを倒して、でその代わりに、ま、あのキアヌ・リーブスもあの体がマトリックスに吸収されちゃって、だけど人間は生き残った、うん、っていうのが3作あの前の、ああもう自己犠牲のもとに、そうそうそう、自己犠牲のもとに人間は生き残ったって話で、うん、でそこからどうなったの、うん、っていうのが今回の話だったんですよ、うん、はあ、キアヌ・リーブス普通にいましたね。そう、キアヌ・リーブス、あれ？キアヌ・リーブス死んだはずなら死んだやんって、うんうん、前死んだはずやんと思ったら、うん、生きてるやんけって言って、僕、久々に見た僕らびっくりしたんですよ。あ、そっかそっか、それびっくりするね、うん、あれ？生きてるって、しかもゲームデザイナー、どういうことみたいな、うんうん、って思ったら、実はそのマトリックス自体はまだあって、うん、で、その中に、前回は一番悪いやつがアーキテクトって言って、うん、そのマトリックスを作ったやつが、うん、まあ、ある意味悪役みたいな感じに、うん、真のボスみたいにいたんだけど、そうじゃなくてアナリストって今回ほら精神科医みたいなやつ、いたいたいた、あいつが真のボス、裏ボスみたいな感じだったでしょ、うん、あいつは要はマトリックスっていう世界を使ってみんなそのマトリックスにいて、いいようにこう操作してるっていうキャラクターだったじゃないですか、うん、でそういう風に要は、なんていうかな、キアヌ・リーブスが前作で解決したんだけど、うん、解決したことでその要は人間が目覚めたりしたことでその電力不足に陥っちゃって、うん、で電力の奪い合いみたいな感じになって機械と機械が戦争するようになっちゃったらしいんだよね、うん、だから途中でほらいい機械とかが出てきたでしょ、うん、でそれで今ある人間でこうなんとかしようと思ったそのアナリストがこうマトリックスを維持させようとするためにそのなんつうの
キアヌ・リーブスがどうやらこのキャリアモスっていうね、トリニティといい感じの距離にいたらいい感じにエネルギーを落としてくれるってことが分かったから、うん、だから適度に近くにいて適度にエネルギーを出してくれるようにして、でキアヌ・リーブスをもう一回蘇らせて、で青い薬を飲ませ続けて目覚めないようにしてました、うん、っていうのが今回の映画の話なんです。あー、そういうことなんだ。そっか、青い薬ってのは今のこの現実、今の現実っていうか、マトリ今のこの世界、違う、仮想、その仮想世界、仮想世界、仮想世界にずっといて、うん、夢から覚めないようにしてた。なるべく夢から覚めないよ、うん、もう現実は目覚めたら、うん、電力なくなっちゃうから、お前ずっと寝てろっていうふうにアナリストがやってたっていう話なんですよ。うん、そうか、仮想世界って言ってるけど、それってゲームデザイナーやってる時のキアヌ・リーブス。そうそうそう、うん、このマトリックスが革新的だったのは、うん、なんかこう今我々が生きてるようななんか世界が実は仮想現実で、うん、本当の現実ってのは人間がこう何ていうの、卵みたいにエネルギー源にされてたっていう、うん、ディストピアだったっていうのがそのマトリックスの革新性だったんですよ当時、うんうんうん、そうね、うん、理解しました。で結局それで今回の解決はどういうふうにしてなされたのかな。それは見てどう解決されたかなって思いました。なんか逆にいやでも結局なんだろうね、この男女のこの2人はいい距離のままで終わったの、うん、それでもいい距離じゃなくて近づきすぎちゃったの。まあ近づいて、うん、てかまあトリニティを助けに行って、で2人ともこう、あ、ここもマトリックスだって、またまたマトリックスにはめられてたやんっていうふうに気づいて、うん、でこう目覚めるじゃないですか、うん、で目覚めて、でこの世界をいい感じにしてたアナリストをボコボコにして、でもう帰っていくっていう話だったよね、だからね、うん、話的には。なるほど、うん、そうかそうか、そういうことか。じゃあもうここから先次続くことはなさそう。で一応監督はまあ実際まだね、なんかまなんかアナリストって一体どっから出てきたのとかなんかこう不可思議なところはちょこ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 残ってるんだけど、うん、監督本人的にはなんかそんなにこうもうこれで終わりっていうことらしい、うんうん、そういうことね。うん、なんかね、見方によっては続編あるのかなみたいな感じがするよ、感じもしたけれども、うん、終わりなんだよね。終わりなんだ、うん、なんでこれを、まあ、作ろうかって話になったかというと、うん、そのマトリックスって親、まあね、別に中身の話じゃなくてもほらこう、こうゴンゴンゴンってこうさ、うん、ね、あのポーズがね、うん、バレットタイムってアクションが有名になったりとか、うん、まあ、そういうのがあってこう何かな、まあ、ある意味こうSF とかオタクのこうネタみたいな感じになって、まあ、こう結構消費されてるところがあるじゃないですか、うん、まあ、ガンダムみたいな感じとかじゃないと、うん、でそういう面、そういう面で自分の手に離れすぎちゃって、で一時はなんかもうワーナーブラザーズ的には、うん、もうマトリックスの続編を作りたくて作りたくてしょうがなかったらしいわけ、うん、スターウォーズみたいにどん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 こう、うん、ワールドを広げて、うん、けどそれはもう監督がもうとにかく嫌だと、うん、でなんか話的にはなんか途中でどなんだっけ、誰かに監督させてなんかやろうって話があったらしいんだけど、もうそれはもう勘弁してくれと、うん、でかつなんかね、この間のほらアメリカの大統領選あったでしょ、バイデンが、うん、であの時にほらQアノンっていうやつらが、うん、アメリカに要は超右翼保守層みたいなやつらが、うん、その要は赤いピルを飲むことでその現実世界に目覚めるんだみたいなことをその政治的なテーマで利用したみたいなことが新しくて、うんうん、でそういうなんかこうなんか監督と意図しない解釈で使われてしまったのもなんかこう嫌だったらしくて、うん、でそういう意味でこう全部のそのテーマとかそういうものを、まあ、ある意味自分で相対化するようなことをした、うん、買ったのもあったらしいんだよね。そうなんだ、うん、へー、 Q アノンきっかけで作ったってこと？まあきっかけって一つの原因というか、 だからその20年間であまりにもその勝手にシリーズ作るとの、うん、なんかこう
ある意味こら、このテーマってまさに後でちょっと話すけど、その全体主義的なところからのこうなんか脱出みたいなところがテーマなのに、なんか あんま世界は変わってないし、で勝手に変な解釈されるし、まあ、自分からどん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 離れてって言ってどなとんじゃいっていうところが、まあ、やっぱ監督のね、そのフラストレーションとして多分あったような感じらしいんですよね。なんか出てる人たちはその18年前のキャストから変わってないので、だから、まあ、今回変わってないのは、キアノ・リーブスと、うん、ヒロインのこのキャリアン・モスと、あとあの黒人のおばさん、うん、3人だけ。あ、3人だけなんだ。おう、あと、あともう一人あれか、うん、この、キャストの中だと、この人ですね、このサティっていうこの人、うんうん、この人は小さいあのまだ子供の頃に子役として2に出てたっていう感じですかね、うんうん、そうなんだ、はい、すごいね、そういうことですか。そうなんですよ、当時見てた人がやっぱりじゃあこれいいねって言って、まあ、さっき伊勢山さん言った通り大ヒットになってるってこと、うん、そうだね、うんうん、でまあそうそう、だからまあ、とだからある意味同窓会的な、そのじ、うん、なんかこうマトリックスっていうものがなんか途中でなんかマトリックスってゲームありますよねって、うん、であれなんかこうほらいい感じだったですやんみたいな感じでこう同僚とかが言うけど、まあそういうのはある意味そのマトリックスのファンを監督がちょっと引いた目線で見たのを、そのある意味キャラクターの中で投影してて、うん、そのまあある意味マトリックスっていうものをちょっと引いた目で見た視点が、まあ、こんな映画の中にもこう反映されてるというか、そういうことなんだっていう感じなんですよ。うーんどうですここまで話聞いて。なんかすごく全体の意図がよくわかりましたこれで。あ、うん、そうかそうか、そういう背景があったんだね。うん、そうそうそう。じゃあ別になんかこれ初めてこれ見るみたいな人を何か対象として、もう前のやつ見てなくても、うん、もう新しい子供のファンを作りたいみたいな、うん、そういうビジネス的意図はないってことね。どうなんだろうね。だから、まあ、見た人によっては、まあ、別にあの新しいアクション見て、あ、なんか面白かったなみたいなね感じ、単純にエルジャムが見たみたいに、うん、アクション映画として面白いなっていう、それだけで見る人もいれば、まあ、昔から見た人で、うん、あ、懐かしいなって思う人もいれば、うん、もっと僕みたいにこうテーマを深掘りしてさ、いろんなことを考えたりする人もいるだろうし、うんうん、そっかそっか。だから途中でほらモーフィアスがなんかノスタルジーはいいだろうみたいなねセリフがありましたけど、それは要は最近さ、すごい昔の映画がさ、まあ、デューンとかもある意味そうなんだし、ね、うん、こうリバイバルして、ね、やったりするっていうのは、あ、それもある意味その昔のものとかが安心して消費してるっていうところと、まあ、新しいものが生み出されてないっていう、まあ、皮肉みたいなのももしかしたらね、あるのかもしれないけど、いや、ある種のね懐かしさみたいな、別にそんな見てないけれども、マトリックスって今やるんだと思って、なんか懐かしくは感じてたけど、まさか18年もの歳月が空いてたとは思わなかったね。あ、もうそんなに経ったかみたいな、うん、まあ、そういうところもあるわけなんですよ。うん、そう、そういうことですか。うん、びっくりです、うん、びっくりですびっくりですびっくりですじゃあここからちょっと、じゃあ僕のあのあれですけど、まあ、僕感想としてはだから、まあ、今言ったようなことなんだけど、うん、だからまああれですね、あとキアヌ・リーブスが今あのなんつうの、結構アクションに円熟味がかかってて、前まではすごいこうなんかこうなんつうの、初めてこう東洋人がなんつうの、こうアジア あのアクションやりましたって感じで、ちょっとぎこちないところがあったのが、まあ、結構このねジョン・ウィックシリーズとかで結構いろんなアクション映画を経たキアヌ・リーブスがこうちょっと自然な感じのこうね、あのいい感じのアクションやってるところも、まあ、あの歴史を感じるなっていうのと、あとその昔はなんかキャリアモス結構きつい印象が僕はあったんだけど、なんか今こうもう年食ってちょっとおばさんになって、逆にこうなんかいい感じのこうね、あのまあ色気もあってさ、なんかこう大人おじさんとおばさんのロミ&ジュリエットみたいな話したのみたいな感じのね、うん、あの印象をね、まあ、ちょっと受けたのがあったんですけど、
まあ、でもちょっと一緒に友達と僕行ったんだけど、まあその当時を知ってる人からすると、まあ逆にあんまり今回、まあ、あの前回のこうね、あの人がこうわーってやるみたいなアクションとかがないから、うん、だからその見た目的にはちょっと印象がそういう斬新さみたいなのが薄いなみたいなことは言ってたんだけどね。うんうんうん、まあ、あと僕がちょっとね、あのこのマトリックスを、まあ、改めて見て、うん、で当時はあんまり思わなかったんだけど、うん、あともう、入れもしなきゃいけないのか。こういう配慮。このマトリックスで、あの僕がちょっとなんつうの、気になるテーマっていうのは、このマトリックスのが描くものが一体何なのかというところで、うん、やっぱマトリックスはこのなんていうか、このディストピア、うん、こうなんていうか、こう現実はもっとこう過酷ななんか。ところにあるっていうのと、うん、あとあの全体主義っていうものの何かこうなんていうか、まあ、ある意味こう、うん、比喩というかみたいなのがあるなっていうのを思ってて、うん、でそれは何かって言ったら、うん、その何かこのマトリックスってそもそも何かっていうと、うん、これね、これ知ってる？この人。ああ知ってるね。ボードリアール、うん、ね、あのフランスの、うん、あの哲学者。かな、うん、でこのねボードリアルのこのシミュレーション、あのシミラークルとシミュレーションっていう、うん、この本からそもそもこのマトリックスって思いついたらしいんですよ。そうなの、うん、そうなんだ。マトリックスって言葉でこのなんかボードリアルが書いていたなんか言葉らしいんだけど、うん、あ、そうだったのか、うん、この本読んだことありますけど、ね、あ、マジっすか、うん、ああどうでしたいや、まあ全然別に言ってることはそうだなっていう感じでしたよ。ああ、うん、要はあの、うん、現実がこうメディアによって今作られてる社会だと、まあ、これでもシミュレーションみたいじゃないみたいな、うん、まあ、話ですよね、このボードリアルって、うん、そうそうそう。だそれって要はこのマトリックスで、まあ、実際この今現実は実は仮想現実で、うん、っていうところがそもそもこのボードリアルの話から来てるらしくて。なるほど。だキャストにはマトリックスを初め作るときにこのボードリアル渡されて、これ読んでくれって監督が。すげえ難しい本読まされるんだよ。そう、うん、これ一番初め読まされなきゃいけないのかっていうね感じだったらしいですけどね。ああそうだったんだ。そうそうそう。でだからこの映画の中でこのシミラッテっていうね、うん、あのカフェで結構今回あのメインの舞台で戦いますけど、このシミュレーションのシミラッテってのはこのボードリアルのシミュレーションから来ている。はあ、そうだったんだらしいですね。なんでタイトルマトリックスなのって今まさに質問しようとしたところですけどね。ああ、そうだったんだ。そう、ボードリアルらしいですよ。なんも誇張の夢とかね、まあそういう感じですね。夢なのか現実なのか分かんないみたいな、うんうん、でまあ、でそのさっきそのディストピアって話したけど、まあ、ディストピアってじゃあ、ね、ちょっとなかなかこう馴染み深くない人にはよく分かんないかもしれないけど、まあ、そのなんだろう、あのユートピアの反対語ですよね、うん、その要は、まあ、ウィキペディアによる定義によると、まあ、見せかけの理想社会で実はこうプロパガンダで洗脳してるとか、うんうん、あとその表現の自由がないとか、うん、あとあの格差社会でこうだけど下にいる人はあんまこう見た目には分かんないみたいなね、うんまあ、そういうようなとこなんですけど、でそういうこれはマトリックスに影響を与えた映画とかあるっていうのがこれですね、うん、このゼイリブっていうね、うん、ゼイリブかゼイリブっていう映画で、ゼイリブ 30? でこれは、30周年 HD リマスター版 の, あのパッケージなんですけど、30歳かあんなのって違いますね、ええ、このゼイリブっていうのは、うん、あのジョン・カーペンターっていうね、はい、あの有名なあの幽星からの舞台 X の、うん、あの監督ですけど、うん、が1988年に手掛けた映画 で,、うん、でこれはですね、まあ、当時 の, あのアメリカの格差社会をちょっと、まあ、その SF に例えてるっていう、まあ、ちょっと面白い映画 で,、うん、でこれ何かというと、これ主人公がね、これ主人公実はこれアメリカの有名なあのロディ・パイパーっていうあのレスラーの人なんですけど、うん、でその人が主人公だったっていうちょっと珍しい映画 で,、うん、でこのロディ・パイパーがこのサングラスをかけるとですね、実は街中にあのこの
ここに映ってるような宇宙人がすごい入り込んでて、て、うん、かなんかメディア全体というかこう世界全体に宇宙人が入り込んでて、実はもう常に地球ってのは宇宙人に支配されていたっていうことが、うん、このメガネかけるとわかるっていう。なるほどなるほど。このマトリックスでメガネかけてますけど、このサングラス、まあ多分おそらくこれをこのゼリー部から来てんじゃないかみたいな。ああそういうことね。あそうそう。で実際このサングラスかけるとこういう風にですね、このあのテレビで演説してる政治家がこう宇宙人で、うん、でこの広告とかがあるじゃないですか、うんうん、で街中にこのなんていうかこうあの閉店セール、なんかこうセール大値引きっていうのが、うんうん、看板だったとしたら、そのメガネかけたら買えって書いてあったりとか、 あとなんかそのあなたの会社をこうなんていうの分析していい、なんかいい感じにアナリティクスしますよっていうような情報のなんかこう広告があって、それかけたらオベイって書いてあって従えって書いてあるみたいに、まあその小ある意味当時のその大衆大量消費社会みたいなのをちょっと揶揄したような、うん、まあ、テーマの映画で、うん、まあ、まあこういうのがこう、まあまあ、なんていうのこう、まあ、モチーフになった映画っていうのが周りにちょっと、マトリックスのこう元になったとか言われたりしてるんだけど。そうなんだね、うん、でじゃあこれがね、じゃあ今のこの現代社会ではね、うん、まあ、何なのかっていうところ で、うん、で俺当時マトリックス見た時に、うん、全然そんなこと思わなかったんですよ、うん、正直これ見たときに、うん、この前にあの広角機動隊、広角機動隊わかるよね、うん、あの押井守の映画があって、うん、で、あと、でこれは何かというとですね、うんうん、あのまあ、当時その要は広角機動隊があったから、うん、広角機動隊のパクリやんけみたいな感じで当時思ったわけですよ、うん、でこんなテーマのことなんか全然考えなかった。あだよね、僕も当時は、うん、でなんかこれだったら広角機動隊の方がこうね、あのテーマとかにも面白いなみたいな感じで思ってて、うん、でなんかそれを実施でやっただけかなみたいな感じで思ってたら、でもなんかこう今見るとこの実はこのなんかこう仮想現実とかそのなんかネットっていうテーマ自体が、まあ、そもそも今の方がよりリアルに感じるというか、うん、感じにちょっとまあ思えてきて、うん、いやその現実世界が実はこうなんかこうの洗脳されてるよ、まあ、さっきのゼリーじゃないけど、うん、まあ、その要は全体主義っていうことですよね、うん、あの例えば、要はつまり、この自分が、いる世界がこの支配された奴隷だけど奴隷の平和がいいのか、それとも過酷な現実の方を選ぶのかって話じゃないですか。そうですね、うん、でじゃあその時に、うん、まあ、例えば今だったら、まあ、多分中国とかですよね、うん、中国だったら今 GDP が今世界2位とか、うん、でまあ、めちゃめちゃこう自分たちが豊か で全然あの中国にいる人からすれば全然自分たちが豊かで不自由だと思ってないというわけですよね、うん、でまあ、だけどその裏で実は、まあ、何年くらい 2,3 年前とか香港とかで、うん、あのああいうあの弾圧があったりデモがあったりして、で、まあ、言論の自由がないとか、あと、まあ、Google 検索が使えないとか、あと Twitter も Facebook も Instagram もなかったり、であと昔の歴史とかで天安門事件とか調べると思ったらできないとか、そういうようなあの実は自分が制限された中にいるだけど、まあ、そういうことにこう気づかない、であとはあので、仮にそれにあの何かこういい音が鳴らないよと思ったら、このあのテニス選手が消されちゃったりとか、あのビッキー・チャオが行方不明になったりとか、みたいなことがある、うん、けど、なんかこう、なんか大っぴらに言えないみたいなね、うん、でも外国からはそれをこう糾弾されて、で今オリンピックボイコットするかしないかみたいな話になってるじゃないですか。そうね、そう。だからそういうことがこうなんユートピアに見るけど実はディストピアなんだみたいなテーマって結構このマトリックスを今見ると、うん、ああなるほどなって思うところだというか、確かにそう思います、うんうん、だからマトリックスって実はこれあの全3部作って公開禁止なんですよ。え、なんで？多分そのテーマ的な話なのかな。公開禁止ってだってアメリカの映画でしょ。そう。え、その当時から禁止だったの？そう、当時から禁止で、で、あの、だから、
代わりに海賊版の DVD がものすごい流通してそれが大ヒットしたっていう。すごいね、うん、で今回そのオリンピックのボイコット騒動があったから、まだ正式には決まってないんだけど、まあ、このレザレクションズだけは公開するのかなみたいな話がちょっと出るんだけど、うん、そうだったんだ、うん、なんで公開禁止になっちゃうんだろう。そこはすごい興味深いね、うん、だその要はだ、まあ、さっきのねあの話じゃないけどだそのなんていうかな、まあ、その全体主義っていうことを考えたときに、例えばほらルソーの社会契約論なんかだとその要は自分がその制限された中でいると、まあ、それがこうなんていうのそこから逃れたいっていうなんか欲求さえもなくなっちゃうみたいな、うんまあ、そういうようなこう気に なってしまうというか、うん、だこのマトリックスの2か3かなんかで現実に目覚めたやつがもう一回マトリックスに帰りたいって言ってあの裏切るっていうシーンがあるんだけど、あーそうかそうか、そう、だからそういうようなやつも出てくる、うん、だけどあのその奴隷の平和よりも自分の実存を求めてその自由のために戦うっていう人たちとのこのせめぎ合いの話みたいな。うーん、そうかそうか、そう、だからこの間ほら前回のやつで話した鬼滅の刃の無限列車編なんかまさにほら敵が夢を見せようと思って夢見せてるけど、うん、炭治郎たちが夢からこう毎回首を切って目覚めるっていう、ああそういうこと、だもうほとんど同じような話ですよね。だからね、あそういうことね、うん、だからまあでそういう意味で、まあ、このマトリックスのこの世界観の話は結構まあ今身近に感じる話でもあるんだけど、でただ、まあ、さっき言ったみたいにそのアメリカでなんかこう変な解釈のされ方をするって話があったじゃないですか、うんうん、でそれは結局マトリックスが描いてるものがじゃあ実際この全体主義とかっていうことあんまりこう、まあ、大っぴらに言ってないからなかなかこう解釈の幅が生まれちゃうからこういろんな解釈のされ方をしてしまうというのがね、うん、多分あると思うんですけど、うん、ただまあちょっと僕がね、思ったのは、うん、これこのちょっとその解釈に対するヒントとなるような映画があるんですよ、うん、でそれ何かというとこれですね。この映画知ってますか？知らないです。これ V4 Vendetta っていうね、はあ、映画で、はあ、これですね、マトリックスのこのワシャースキー兄弟が脚本と制作を担当した映画で、なるほど、何年ぐらいだったっけな、結構前の映画なんですけど、うんうん、で、これ何かっていうと、この、この V っていうのもね、この仮面かぶったおじさんがいますけど、うん、この役をこのマトリックスの全3部作でスミスやってた人、ヒューゴ・ウィービングがやってて、うん、で話は2020年に、うん、もう第3次世界大戦が終わって、うん、アメリカが植民地になって、でイギリスが、まあ、独裁政権の全体主義国家になってるって未来が描いた映画なんですよ、うんうん、で要はマトリックスがないマトリックスの現実世界だけの話みたいなそういう話で、でこの中でその独裁者っていうのはサトラーっていうね、うん、当時そのイギリスって多いはマーガレット・サッチャーが、うん、首相だったからそのサッチャープラスヒトラーでサトラーみたいな感じの名前つけてるっていう独裁者がいるっていう世界なんだけど、でこの話っていうのがちょっと予言的で、うん、面白い。これね、セリフもね、ちょっと僕ちょっとピックアップしてきたんで、これちょっと読むんで、ちょっと聞いてもらっていいですか、うん、面白いんです。この、全体主義社会になってて、うん、外出禁止令とか出て、うん、夜全く出歩けないような感じになってるんですよ。なるほど、なるほど。で、そこで、要は、どういうことが起きたかというと、その、なんか生物兵器を、国家が開発して、それをね、まず小学校、地下鉄、浄水場に撒いて死者が数百人出る。で、メディアの煽動でパニックが広がって国は大混乱に陥り、彼の目的は達成された。汚染以前に選挙結果を予測できる者はいただろうか、そして選挙後に治療薬が開発された。
神の御業と言われたが、その製薬会社は党幹部の支配下となり、彼らは大金持ちになった。1年後、過激派が逮捕され、処刑される一方、処刑者の慰霊碑が建てられた。結局、この計画の最大の向きは恐怖だった。恐怖が利用され、国家に新たな役職ができ、終身議長となったサトラが承認した。その後は知っての通りだ。で、どうです、これ。んって、こうなんか、今のコロナ禍じゃないけど、なんか別にあの、まあ、この生物兵器っていうのはね、現実には今の世界とは違いますけど、そのなんかこう、なんかメディアとかそういうところが恐怖を煽って、それによってなんか社会が硬直してしまう未来っていうのが、まあ、ある意味ちょっと予言的だなと思って、それがこう、まあ、マトリックスのある意味話の下敷きにみたいな感じになってるのかなっていうちょっと思ったんですよね。だからまあこの、まあ、人的な何にしろその、まあ、ゼイリックとかのあの描かれるようなそのメディアの暴走みたいなものとか、まあ、そういうようなものって結構なんていうかこうマトリックスを見てるとその見せかけの社会の中にはびなんか下の方に実はある黒いなんか、ね、濁ったものみたいなのが描かれてる感じかなっていう。なるほどなるほど。僕のちょっと印象です。どうですか。いや、そうだと思うね。まあ、なんか本当に、まあ、まあ今ね、フィルターバブルとかって言って、結局、みんな見たいものしか見ない時代になっちゃったからね。もうほとんどネットがあればね、Facebook、GAFA あれば、生活していきますからね、うん、みんなね。だ今回ほら、アナリストって出てきたけど、あいつは別に作ったやつじゃないんだよね。そのシステムを使って、いろいろやるっていうのって、多分まあ、ツイッターとかフェイスブックみたいなものをちょっとね、言い換えてるのかなと思ってて、だからなんかそういうのでこう人々の感情をこういよいよいよこうあの操るやつが実は今はなんていうかこう頂点に君臨しやすいみたいな、感じもするしな。そうね。でもどうなんだろうね、その仮想現実と、じゃあ最後だからじゃあまあ、ネオとかは、そのじゃあマトリックスでこれから変えていくことにするわみたいな感じでそれに飛び立っていきますけど、ただ、まあ、ある意味そのマトリックスの共存を選ぶっていう感じにも取れるし、ほら最近ほらメタバースとかね、なんかいろんなことが言われるけど、そこら辺って どう思いますね。まあ、陰謀論的な話ってすごく分かりやすいとは思うんだけれど、結局はでもそういう見たい現実を作るってるのってもう一人一人だと思いますけどね、思うっていうか、なんか最近なんかものすごいなんか急に真面目な話になっちゃうと、歴史学の、本があって、冷戦とかってなんでこんだけすごくバチバチになっちゃったのかっていうのを追った、日本人 その歴史学の人が、まあ、アメリカとかでいろいろ研究した結果をまとめた本なんだけど、なんかすごいそういう国家とかがプロパガンダしてみんながのその冷戦に対する投資みたいなのを煽っちゃったみたいな見え方っていうのは今までだったんだけど、実際まあその人はいろいろ実証的にいろんな階層の人、社会階層の人の、書いたものだとか、話した発言力とかっていうのを丹念に追った結果、結局はなんか、いやもちろんその国家が全く関与してないっていうわけではないんだけれども、その国家が焚きつけてその民衆の人がなんか動いたっていう話ではなくて、民衆の人は民衆の人で自分たちで見たい現実を見ようとして他の人にそういう自分が見たい現実っていうのをどんどん伝播させちゃって、でそれで闘志に火がついちゃったみたいな、そういう話なんだよね。いやそうだから俺も全くその通りだと思うんだよね。つまり全体主義にやってるのって、為政者もまあそういう狙いもあるかもしれないけど、実はみんな選んでるっていうね、その見てそういう風にっていう、だからほらなんだっけな、太平洋戦争中かなんかに、当時朝日新聞ほらメディアとかに検閲があったかないかみたいな話があって、朝日新聞にいた記者かなんかが当時検閲なんて一回もなかったって言ってる。ああそうなんだ。だから自分結局当時の空気をもねて自分たちでそういう風にしてった。
だからそういうふうに見ると、うん、だから結局そのみんながそういうふうに 今もそうだけど、うん、まあ、今ではなんていうかこうテレビとかの方が政府より偉そうというか、うん、偉いというか、うん、でそれにおもねてなんかこう国が多いという感じがしてて、うん、だからみんなそっちにだそれこそが全体主義なんじゃないのっていうなんか、うん、全体に向かせてるんじゃなくてみんなが全体に向かってんじゃないのっていう、うん、だから怖いんだよね。テレビの人はテレビでなんかそのいや視聴率取るっていう意味ではそういう報道しなきゃいけないから、うん、そういう報道してたんですよってやっぱり、まあ、テレビかどうかは別として、例えば文春の編集長とか あのよくね、うん、インタビューとか見るとこういうじゃあ報道して倫理的にどう思いますかみたいな質問をすると、うん、いやこれは皆さんが見たい現実っていうのを我々はあくまで提供しているだけであって、決してそういうなんか倫理的になんか戻るようなことをする意図はありませんみたいな、なんか主体性が全然僕からするとないし、いや結局そういうんだ無責任、僕の人ちょっとやっぱ無責任には感じてて、うん、そんなみんな無責任なこと言ってると多分それは何だろう、誰かどっか一方向からの作用によってではなくて、うん、本当にみんなの無責任な人たちの、うん、憎念みたいなのが変な、マイナスの方向にむっちゃでかく作用しちゃうんだろうなって思ったけどね、うん、いやそうなんだよね、うん、この間あの NHK のクローズアップ現代かな、うん、NHK スタジオかどっちかで、うん、あの要は当時の戦争中の個人の日記のデータだけを集めたっていう回があって、いやそれはつまり今ね SNS みたいなもんだよね、うん、でその中の データをビッグデータとして集めて、あの年代によってどんな単語が品質してるかっていうのを データでまとめたっていうのがあって、でその改善当時は、はあ食料がなくなって赤ちゃんにご飯食べられなくて怖いわどうしようかなって書いたのが、だんだんこう戦況がこうちょっとうめいてきたり、うん、そのすると、はあ、もう戦争勝って私嬉しいわっていうふうにお母さんがなんかこの間までおあのご飯なくてどうしようって言ったのが、うん、あの勝ってむっちゃ嬉しいみたいな声に書いてたりするっていう、うん、だみんなそうだ、みんなそういう空気を作ってたっていう、うん、まあ、よくなんかそれを言わされててもたんじゃないかっていう人もいるんだけれども、うん、まあ、さっきの日本人研究者の話で言うと、うん、それ言わされてる形跡ではなくて、うん、自発的にやっぱ言っちゃってる、そう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 、うん、そう、だそれが怖いなって思いますけど、そうなんだよ、だから 今の本当にもうこのコロナとかの社会もみんな、うん、みんながみんな自分たちをなんか監視しちゃってないけど、うん、空気をみんなで醸成してる感じが怖いなみたいな感じをしてて、うん、そうそう、だからなんか歴史は繰り返していいけど本当にこの通りだなっていう、そうですね、そう、うん、マトリックスのこのなんか、うん、あのアニメのシリーズかなんかでなんでこういう世界になったかっていう話が出てて、うん、で人間が便利になりたいから機械をどんどん作ってたら機械がどんどんこう、まあ、シングラリティじゃないけどだんだん強くなってって、うん、でそので機械が太陽エネルギーであの動くから、じゃあ全部あの機械あの光を閉じられって言って光あのなんつうのこう地球全体を雲で覆ったら、うん、今度は人間を栄養分にし始めたって言ってだからこう何かこう回り回って自分に何かこう返ってくるみたいな、だからみんながこう何かを恐怖してで何かをみんな構築させることでそういうふうにだんだんこわばった社会になっていくっていうみたいなね、うん、そうだね、うん、もちろんそこのなんかこわばってる闘志が燃えちゃったところにつけ入るっていう人はいるとは思うんだけど、うんうん、実はそこのなんかこわばった状況を作り出してるっていうのは本当一人一人だと思いますよ、そう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 、うん、だ一人一人がどういうふうに自分を捕らまえるか、うん、社会を捕らまえるかっていうところが、うん、実はこういうところにつながってるなっていうのを、うん、こうマトリックスを見て、うん、改めてなんかこうちょっとなんか、うん、社会をなんか俯瞰して見る感じになったりっていうのがちょっとね僕はねなんか見てて面白かったですね、うん、なっていう、はい、すいませんなんかこうなかなかと話しちゃいましたけど、ということでねちょっとね、うん、マトリックスレザレクションと非常に面白い映画だったんで、うん、あのぜひねあの見ることをお勧めしますということで、はい、はい、じゃあ以上マトリックスレザレクションズでした